でもこの先が、まあ、いけるかどうか。あ、地蔵あったんじゃない？行きますね。行きましょうか。進みます。うん。聞こえるか。これさ、すぐ扉閉まるから見てない。あ、わかる。本当だ。わかるぞ。綺麗なんだな。おお。へえ、ばあ！閉まらない。もうちょっと進んでみ。閉まるから。へえ、ば！あ、なんか落ちてた。え？閉まらない。なんか下に。もっと進んでみ。帰ろうと。本当閉まってるから。わかるんだよ。なんか落ちてた。え、ちょっと待ってさ、ここら辺にすごい灯籠みたいなのがいっぱいある。綺麗。綺麗。何？お。すごい。祭壇祭壇井戸。綺麗。今度こそ井戸じゃない。出てくるぞ。井戸だ。魔人か。井戸だ。来るぞ。井戸魔人。来るぞ。え、なんなのこの蛍光灯は。招きか。光ってる。どっちだ。この間接照明なんなの。反射してんじゃない。ん？え？ん？そこがない。ロープ、クランク、バケツが必要だ。めっちゃ必要やん。なるほど。ロープ、クランク、バケツ。めっちゃ必要やね。滑車と紐とスクーオーケー。ねえ、俺思ったんだけどさ。なんで朝に来ねえのこいつ。それじゃ肝試しなんないだろ。いやいや、あ、そこ肝試しそういう、ね、そういう体だった、まあ、俺らが来た体だったけども完全もう俺たちはそういう体で来てたんだよ。そうだそうだ、俺たちは肝試しで体だったもう防御本能から切り離そうとしてね。あ、ここ入れますよ。自己防衛。そうそうそう、自己防衛。これも自己防衛。そうね、うん、こ手だっすかね。そうだったわ。入るやで手だった。え、じゃあなん、うん、あ、じゃないよ。寺ですよね。ロープ、クランク、バケツね。だからお墓とかがあったんで、ね、神社っぽくね。じゃあ神社か。なんか祀ってたね。ロープありそうじゃない。ありそう。神聖な。でもなんかほんとすごい日本のなんかこう、まあ情緒はあるよな、この国の独特の。え、血だらけじゃん。え、嘘。え、これ血なの。いや、血っていうか、え、血っていうか、あの、あれじゃないの、映像が古すぎるから、荒れてるの部分が荒れてるんじゃないかな。これバケツ。で、それが血に。これバケツ。俺がバケツなの。お寺の金じゃねえか。あ、寺か。鳴らす？鳴らす必要はない。みんな丸太持ったか。おう。よし行け。ゴー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 。いろいろ探そう。あ、あ、あ、違う。あれだ。あ、丸太入れるやつか。ここに丸太。違う、水含むやつじゃないのこれ。いや、ま、丸太入れるやつだわ。これこれ。これ丸太入れるやつでしょ。あ、そうだね。あ、丸太入れるやつだ。あ、鶴や。あ、鶴だ。ヒント鶴。あ、お前好きやな鶴。ほら。何が起こったのかわからないが、階段を登ってると思ったら降りていたんだ。龍が封印解かれたんだ。犬殺しちゃったから。なるほど、うん、そしたら、あ、一筋の光が地に落ちてきて、多分犬を殺してしまったところに落ちた、うん、誰かが立ち上がった。あれは人か、いや人か、いや人か、人だ、人か、鳥か、人か、いや、あれは人だ。え、以上か。ここじゃあもう探そう。また戻ってこなくてはいけない感があるね。そうですね、うん、裏側行ってない。あ、その橋綺麗。多分これ弁慶とあのあれだよ、牛若丸、牛若丸が、そう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 、五条橋なの。それ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 、負けつかくてにあります。弁慶が、ありがとう弁慶。普通にあります。いい負けつです。ありがとう。こういうもんで、あの弁慶の泣き所に投げるシーンがある。ガシャーンつってめちゃめちゃ痛そう。複数物持てんのかな。俺も持った、それ。一回一回行かなきゃダメなのかな。そうそう、バケツだけ置いとくみたいな。これは何、ろうそく。わ、わ、フォーカス来た。地蔵か。え、これさ、フォーカスがさ、一箇所にさ、ポチって出るじゃん。でもカメラ移動したらフォーカスも移動するじゃん。ずれてるよね。じゃあ何の意味があるの、このフォーカス。とりあえず調べますよ。はい、調べようぜ。フォ、ろうそくか。順番。いや、やっぱつけるんですよ。違う、これクリスタルでしょ。クリスタルか。え、火の、火と水と地。3、2、1。でも火、とりあえず火ついてない。火がないから。火がないから。あ、丸太じゃん。あ、丸太だ。丸太持ったか。みんな丸太持ったか。持ってないか。アイテムだ。あ、やっぱ一つ持ってない。なるほど、じゃあ置いてこよ。バケツ置いてくるわ。まずバケツ置いてくるわ。まずバケツ置いて。そう。丸太持って。おお。よしよしよし。まあ今ちょっと謎解きポイントだから、怖がる余裕がないのかもしれないね。確かに。いいですね。謎優先。じゃあもうずっと謎にしようぜ。ねえ。はい。よし、行け。このゲームの最大の謎ってなんでこのゲーム作ったかっていうところなんだけどさ。撃て。撃てー、バナージー。撃てません。鳴らせんだよな。ゴーン。あー、情緒。これ面白いな。どうでしょう。それなんか変化はあるか。どうでしょうかね。なんか落ちたか。たもう一回鳴らす。あ、落ちたね。落ちてる。これなんだ。あ、あ、クランプ。クランプ、クランプ、クランク。キリキリするやつだ。クランク持ちました。あの、曲がれなくてタイヤが落ちちゃう。あの、置いてくるわ。オッケー、クランクアップしよう。はい、クランクアップです。橋渡んなかったね。あれ、とうとう、あー、来たか。あのオレンジ色のポーって光ってるところが井戸だ。おえー、なんで吐いたの今。おえー、あと紐だ。ポイしてポイ。ちゃって。
あとは分かんないですね、今のところ。あでも橋の向こうまだなんかあるのかな。まあ、おそらくあのろうそくでなんかこうあったけど、そのろうそくの先は見てないからね。そもそもどうやって火つけんだよ、ちょっとね。そうなんだよね、ライターの1本も持ってないのか。ライター出てくんじゃない、あの井戸の中から。井戸の中から、ああそういう浮かんでくんのか。あなたが落としたのはこの金のライター、それとも銀のライター。銅の10本おお、銅の10本か。でもこの先がまあいけるかどうか。あ、地蔵あったんじゃない。戻れ戻れ戻れ、違う違う、犬が泣いてんだよ。犬が泣いてんだよ。なんで戻んないんだよ。犬が泣いて、なんで戻んないんだよ。爆笑爆笑、早くしろって。爆笑って面白くねえ、面白くねえ。いけません、この先。なるほどね、まだ条件満たしてないわ。進もう、貴様行こうとしてたのか。やっぱろうそくなんかやんないとダメっぽい。まあね、でそれ以前にじゃあ、やっぱあのろうそくはロープの条件じゃないってことは分かった。やっぱ井戸から出さなきゃダメなんだわ。井戸の謎を先に解く必要がある。ロープどこだろうね。え、ここに入る前なのかな。いや、こんなかでしょ。え、じゃあ、神社ってまだなんかある。だから裏見てないですよ、だから隅の方。さっきの鶴が折れた向こう側とか見てないですよ。あ、そうだね。この下とか行けそう。あ、お、なんか2個もある。え、ロープじゃないのこれ。え、もう取った。いや、わかんない、ちょっと見なきゃわからん。何取った、遠距離から取れた。遠距離しとく。あ、こっちから行くのか。あ、こっち渡ってないね、この脇道というか、なんていうか。あ、スコップ、スコップ。どんどんその手前は出てくるね。何これ。地図、地図だ。あ、ちょっと見てみて、地図。あ、あ、三つ子という名の女性を聞いたことないですね。ないね。あいつかな、その女の声を聞いてしまった。三つ子の言う通り、見た人はここで停止してもらって。地蔵を倒したのはあの女だ。え、彼女が見つけられないように一番短い灯籠の近くに埋めた。何を。あ、お地蔵さん。お地蔵さんじゃない。一番短いやつ掘り返すの。もう片方はちゃんと置かんとかない。掘るのか。うん、掘れって言ってんね、あのろうそくのこ。え、ちょっと待って、灯籠、一番短い灯籠のとこ掘ればいいのか。灯籠だね、ろうそくじゃない、灯籠だよ。分かった、はい、スコップゲット。その人が地蔵を倒してるせいで何かしらの封印的なあれがダメになって。あ、まだあった。あ、まあ回れるぞっていうことで。どうせアイテム拾えないっちゃ拾えないから。まあ、あるわ。でも掘らなきゃ食っちゃいけないんだよね。これこっちから。あ、ほら、あ、ロープだよ。先ロープ行くか、これで井戸から取れるんだね。そうそうそう、とりあえず井戸に行けると。邪魔な丸亀。このクソ丸太が。行くぞ。おう、やれ、やっちまいな。引き上げな。そっちじゃないと思う。カラソンだ、カラソン。ああ、そうかそうか。パタパタ俺が間違ってた。許してくれ。ほんとごめん。どれ俺だけは殺さないで。全部行け。とりあえずポンって投げる。ああ、もう設置できるんだ。全部行け。ロープ。次は、バケツ。そいで、はい。つけれない。つけた、つけた。クランク。つけた、クランクを回します。はーい。あ、つける場所そっちです。そこにちゃんとクランクつけて回します。はい、はい、ぐるぐる出てくるのはなんだ。ライター。何この音。これはあ、この子か。あ、ライターだ。ライターだ。本当にライターじゃないか。使えんのかそれ。つけてんじゃない。本当に火つくんかお前。おら、うわー、風だ。うわー、風が吹いてる。風がやんだか。泣いている混沌の風が。え、どうします。ろうそく先行く。ろうそく行く。とりあえず火つけてみて。あー、灯籠もあったな。でもろうそくなんか順番に火つけるくさいよね。その順番がわからないよね。じゃあ灯籠行くか。灯籠、あ、一回灯籠。ろうそく近くに投げてくれ。一番短いっつってどれだ。まあいいか、スコップ。あ、今の短くなかった。左。すげえ短いやつ。左。で、そこに地蔵さんが埋まってるって話だっけ。え、何が埋まってる。地蔵は左下、左下だと思う。ナイス地蔵。あ、これだ。あ、ナイス地蔵。地蔵どこに置くんだこいつ。そうなんだ。あ、どこに置くんだ。灯籠の上じゃない。今灯籠平べったくなかった、短いやつ。あ、違う、ごめん。やべえ、全然違った。やべえ、どこだ。この地蔵どこに置くんだ。ライターやる前にこれ置いた方がいいよね。
置く場所あるんだ。ライターの近くに置いておく。ライター持ってる。ライターね、持ってない。なんでこんな融通効かないんだこいつ。無理。あ、無理だ。なんでこいつこんな融通効かないの。場所あった。どっかにあるのでは。どこに置くんだ。あ、それかライター、あ、どうなんだろうね。まあ、ライターは順番じゃないんじゃない。もしかして全部つけれんじゃない。つけりゃいいだけ。とりあえず、とりま、とりまつけといて。あ、じゃここに置いとくか。うん。うん。置いて、で、そう置いて。で、ライター取ってきて。うん、あ、なるほどね。なんかもしかしてその登った先に地蔵が必要なのかもしれないですね。そう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 、先かもしれない。とりあえずこれだってもう条件満たしたんだから、火つける条件。女来てもさ、そのなんか言ってた三つ子だっけ、美奈子だっけ、あの地蔵持ってりゃいいんだよ。地蔵バリアー、はい、つけた。1号、はい、2号、 V3! うわぁ、行ったか。多分開いた、ゲートが開いた。これ行けるぞ。んで、地蔵持ってこ、地蔵持ってこ。なんかあったら困るから地蔵持ってこ。地蔵な、これな、でライダーも捨てていいんだと思う。叫び声みたいですごい嫌なんだけど。進むぞ。オッケー、行ってこい。行けるかな。ザザザザあるか。ないノイズなし。ないわ。ノイズなし。ないわ。オッケー、高画質。いくか。じゃあそのまま進んでもらうしかないんじゃないかな。登って。ペレちゃん変わる？変わろうか。商人。よし。俺のこの手が光ってうなるわ。俺のこの足がさらに風よりも速く。